どうも、しげしげです。本日も無課金サブワカしげパズやっていきましょうということで、本日はレガロバン降臨をフレイヤノーチラスパーティーで攻略していきたいと思います。もうすでに勝ってます。で、究極攻略 TV の方でノーチラスですげえ楽に回れる編成出してるんですけど、まあ編成難易度を下げた版というか、まあフレイヤノーチラスで、勝てる編成を考えてまいりました。パーティー紹介します。まずフレイヤですが、木のネイの武器、バインド回復これ2個詰めればいいのかなという感じで、潜在にルーレット回復をつけてます。超覚醒スキブプラスです。で、サブ、学園バレリア無効貫通の潜在が上限解放、伊之助武器です。で、水戸、超覚醒が十字消し攻撃。で、まあ潜在はまあ適当なんですけども、サイクロンクラッシャー、4ターンヘイストですね。これをアシストしております。で、セリカ超覚醒が無効貫通で、エキドナの武器で、このダブルキラーがね両方ボスに刺さるので、そこを生かしていくのと1回で威嚇を刺します。で、ベルテなんですけど、超覚醒がコンボ強化で、アシストがママチャリで、2ターンヘイストですね。2ターンヘイストなら何でもいいと思います。はい。で、まあ潜在適当です。お邪魔目覚めないよね確かこのダンジョン。はい。で、フレンドさんがゼラ吹きということで、こんな感じのパーティーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まずバトル1ですが、威嚇を刺します。液ドナ武器っすね。液ドナ武器打って、でもうサイクロンクラッシャーとかっすね。あ、違うわ、順番に行きましょう。ノーチラス変身お忘れなくで、液ドナの武器して、で、サイクロンクラッシャーして、ママチャリ。そうすると、もう最終変身と。素晴らしい。この流れからの、列組んであげて、向こう側組めば左に攻撃入るんですけど、左は倒さないでください。ターン調整だったりに使います。はい、これで、右が起こって、ルーレットしてくるんですけど、ここで、ネイの武器。ここからね、回復2列とか組めるなら、左に威嚇刺す必要ないんですけど、なかなか2列ってむずいじゃないですか。なんで、ここは、1列と、木の1列。回復1列、木1列で、倒す。右だけ倒す。で、ルーレット回復しきれないんですけど、左威嚇入ってるからね、もう一旦、ルーレット消すターンありますよって感じで、キー残してここダメージ与える必要ないので、はい、これで、使っていいのが、ベルテ、もしくはノーチラス。ベルテ打って無効管で倒しましょう。今んとこ完璧でしょ。立ち回り。安全でしょ。そうなんですよ。安心安全立ち回り編成なんですよ。はい、これで無効管で倒しました。で、2回でね、あれが来るんですよ。盤面じゃない、サブバインド。なんで、今のところは、ノーチラス温存できたら一番いい。というのも、ノーチラスがね、回復も変換で作れるんで、こうなった時に、ノーチラス打ってあげて、1、2、3、4、5、6、よし。こうできるじゃないですか。列回復できるじゃないですかっていう話です。はい。で、バインド解いて、覚醒無効入ってるんですけど、相手柔らかいんで、これ倒すというか超根性発動までいきます。で、この次やってくるのが盤面変換と消せないなんですけど、これね、この通り来てると水戸が溜まってると思うので、水戸使ってあげて、普通に列組むだけっすね。木がめちゃくちゃあったりしたら、十字入れてあげればいいのかなと思うんですけど、これ微妙だね。ここで木の十字入れれば、超暗闇とか暗闇目覚めも解除できるのかなと思います。はい、OK。で、ここのクロノスなんですけど、特に何もしてこないし、威嚇刺さるんですよね。で、セリカのとこがあと2ターンなんで、2ターン1コンボします。この間に、暗闇別に無視してもいいですけど、十字とか組んどいてあげれば問題ないですし、あとベルテとか打っといてあげれば落ち込んなしっていうのも解除することができます。まあ若干その落ち込んなしあった方が楽じゃねえ派と分かれると思うんですけど、僕は落ち込んなし上書きして、まあ、落ち込んもあった方が楽しいじゃないですか。楽しさ重視で、はい、これで落ち込んを復活させて、まあ、キー貯めてで、正直もうこれ以上貯める必要ないんですけど、ああフレイヤーのためにもう一旦やっとこうか。はい、これで、倒していきます。まあノーチラス使ってもいいんですけど使おうか一応。はい、これで列無股間っていう、あーすごいなこれ、全消しでコンボドロップも生まれちゃうわ。はい、まあ、最初からこれ組めてれば別に威嚇刺してキラーする必要なかったりもするんですけど、キラー刺さるしね。まあまあまあこの立ち回りが安全ということでこんな感じでやってみてください。で、ここは伊之助武器っすね。で、木作り出す方法がセリカとかベルテとかあると思うんですけど、1234567、あ、これ9個あるわ。9個あったら使わなくてもいいですね。伊之助打ってあげて、操作時間だけ若干気をつけながら、ちょっと待って、パズルが怪しい。気をつけながら、すごい最低限な気がするけど、一応盤面最大か。OK。これ一応円波も入ってるんで、大丈夫です。足ります。追加攻撃して、もうボスですね。で、ボスが最初あれね、吸収、最初というか、まあ、2ターン吸収してるんですけど、ここまずぶっ飛ばします。足りるんだけど、まあどっちにしろだからノーチラスを使います。どっちにしろというのもこのあとね、あれなんですよね、それなんですよフレイヤーを使うから2ターンヘイストでノーチラス全然返ってくるしって感じですね。でまずここぶっ飛ばすんですけど、この絶地獄級に関しては固定ダメージ500万じゃ足んないんですよね。なんで覚醒無効だったり、超暗闇してくるんですけど、ここでやることはまず水戸で、全然セリカベルテ使っちゃって OK です。木を足してあげて、でここでフレイヤ打つと、まあ、ヘイストかかって帰ってくるじゃないですか。で木をね6個つなげたいわけですよ。ここに1234あって56あるから、じゃあもうこれでいいっすわ。こんなんでいいっすわ。はい、でドーンとこれで、変身後いくんですけど、プレイヤーのエンハンスが3ターン継続で今1回パズルしたじゃないですか。で残り2じゃないですか。で最初覚醒無効を食らうんで、ここはあんまダメージ入んないから木を呼んでいきます。でこの次覚醒無効解けた時に一旦だけエンハンス残ってるんで、その後もまあ無事削りやすいよねっていう、そういうね、いいでしょ、安定してるでしょ。3ターンエンハはねこういうのがいいっすよね。なんでもうここでがっつり殴りに行きます。スキル封印は食らってるけど覚醒無効が解けている、でエンハンスが残っているっていう状況なんで、はい、これで1列でキラーも刺さって、もうこれで 85% 以下になってますね。で 85% 以下にしないと、今のターンで発狂、今の次のターンか発狂くるんですけど、はい、85% 以下にしたので行動が変わりましたと。でデバフ食らってるんですけど、ここはもう一旦木の6個つなげで耐えてください。回復もあったら回復しておいてください。こんな感じでいいかな。で次スキル封印が解けるんで、まあ適宜円波とか使いながらって感じになります。で暗闇か、暗闇食らいたくないんで、ノーチラスいっちゃっていいですね。で、十字を入れながら、一旦なんですけどね。よいしょ。はい。これで回復しながら、半分ですね。半分いって、で、この次、ここは絶対ベルテ使った方がいいです。なんでかっていうと、落ちコンが乗りまくって発狂ゾーンとか行くともう最悪なんで、これで落ちコンを防ぎます。だから別にクロノスの落ちコンなし食らったまんまでもいいと思うんですけどね。そこはご自由にって感じですね。でもどうせ使えるならって感じですね。はい、これでまずジャブを与え、この次っすね。はい、ここで、ドロリフ。どっちでもいいです。盤面見てめちゃくちゃ良かったらそのままでもいいですけど、おー、決まっちゃった。回復もありがとうございます。はい、これで、ノーチラス、セリカも、ベルテも、いっちゃっていいです。これで決めましょう。1234567、普通に列で消していきましょうか。よーいドン。2列はい、これでノーチラス円波もかかってるし、いったんじゃないかなと思います。よいしょ、42億出てる。 OK ってな感じで、だいぶ安定した攻略ができるんじゃないかなと思います。やるじゃないか。もちろんね、個人的にはその究極攻略 TV に上げた方がすごい快適なんですけど、どっちのパターンでもというか、別に全然フレイヤーでもいけますよということで試してみてください。本日は以上です。さよなら。